今日、市川猿之助が逮捕、容疑者になったんですね。自殺ほう助の疑いですか。今もうミヤネ屋とか、ゴゴスマでバンバンやってるんですが、警視庁は歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者を母親の自殺を手助けした疑いで逮捕しましたと。なんかこれもよくわかんない事件ですよね。結局はやっぱりその週刊誌にパワハラとかセクハラの記事が出たことによって死、家族会議で死のうってなったと。結局楽に死ねるのは睡眠薬だ薬だってことで、自分が処方してもらってる薬を飲んでもらって、薬だけで死ねないからビニールをかぶせて窒息死みたいな感じにさせたんですかね、お母さんと。まあ、今回お母さんへの自殺幇助の疑いで逮捕なんですが、まあ、お父さんの方もそういう風になるってことですよね。で、自分も後で死ぬからと、3人で生まれ変わろうと話し合って両親が睡眠薬を飲んだっていう事情聴取の話をしてるってことですよね。なかなかこう理解できないことだなっていうね、まあまあなんか想像しても僕は想像しきれない話だなって思いますよ。だって自分の親でしょ、自分の親に手をかけるってことですよね。いくら後でね、自分も後追い自殺をするにせよ、自分の親が自分の目の前で死ぬっていう、その死を見届けて、逆に見届けるだけではなく自分もその死ぬための手伝いをするっていう、もう異常な精神状態じゃないと無理ですよね。まあ、真っ当な精神状態で無理だ、難しいなと思いますけどね。で、ゴミも自分で捨てたみたいなこと。まあまあ、ちょっと、また、ブログにこの話でも、この話っていうんですか、ブログでもちょっと思ったこと書こうかなと思ってるんで、後で、説明のところに URL 貼っとくんで、思ったこと書いておきます。これ動画ではこの話を掘り下げようとは思ってないのでです。ただ僕が気になったのはですね、猿之助さんが、ね、市川亀治郎っていう名前の時に出てたドラマ、龍馬伝ですね、 NHK のね、佐藤健くんも出てた龍馬伝ですね。呪われてるぞ龍馬伝っていう話がまた出ているんですよね。龍馬伝は2010年1月3日から11月28日まで放送された NHK の大河ドラマ第49作、主演は福山雅治、坂本龍馬の生涯を描いた作品、脚本は福田康史、演出は大友啓史監、今監督やってる大友啓史さんですよね。まあ、そうそうたるメンバーでやってますよ。で、坂本龍馬、福山雅治、龍馬の妻、牧陽子。まあ、この人もちょっと怪しいですけどね。まあ、その龍馬で、その、まあ、今回の猿之助さんも出てたわけですよ。今井信郎っていう役ですね。若かりし日の、まあ、石川亀の亀次郎時代に出てたと。で、平井かおっていう女性です。平井かおっていう女性の役で、広瀬涼子さん出てるんですが、まあ、広瀬涼子さんと佐藤健くんは、この龍馬伝で会ったって出会ったって話なんですよね。まあまあ、そこから始まっちゃって、で、このメンバーで飲むようになってから仲が良くなったっていう話ですけど、まあまあ、広瀬さんも出てると。ただ今はときめく二人ですよ。猿之助さんと広瀬さんが、まあ、出てた。まあ、それだけでかなりのインパクトがある配役なんですが、まあ、高杉晋作役、伊勢谷友介さんですよ。溝淵、キロノジョ、ピエール滝ですね。まあ、ピエール滝さんとかは何でも出てたんでね。まあ、出るでしょう。まあ、この人も捕まりました、この後。まあ、捕まってはないけど、捕まるギリギリだった人、平井修二郎、宮迫さんですね。宮迫さんも出てますね。まあ、この人ももうテレビで出てないですよね。そして、岩崎弥太郎。これはすごくね、いい役ですよ、岩崎弥太郎は。それは香川照之さんですね。だから、香川照之さんと市川猿之助さん、ね、桃高屋のこの二人が出てたんだけど、二人とも、まあ、消えちゃったという形ですね。ね、だから、呪われた龍馬伝っていうね、言われ方をね、まあ、もともとしてたんですけどね、また今回のでますます、また、言われるっていうね、ことになりそうだなと思います。まあ、これ以上龍馬伝からね、危ない人も、やばい人は出てほしくないなと思っております。